伊崎寺の本堂伊崎寺は、大見八幡市、白鸚町にある、天台宗の寺院。比叡山延暦寺の寺院の一つ。比叡山無道寺、葛川明王院と、並び天台修弦の三大聖地とされている。三号は、おばいさ山。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。 三号は、大見八幡市にある西国三十三所札所である、長明寺と同じ。長明寺から連なる、三景城の琵琶湖岸に立地している。比叡山武道寺を中心とする天台修験と関わりが、深く、戦後は千日開放業を満行したアジャリが居酒、寺の住職を務めている。毎年8月1日に行われる、竿飛びの行事が有名である。 伊崎寺に伝わる伊崎寺演技によると、当時の会期は、修験道の開祖とされる縁のおずぬで、いのしに導かれこの地を開いたということから、諸仙という名になったとされる。上元年間に総王将が寺院を創建、自作の不動明を本尊とした。所蔵されている仏像などから、伊崎寺は、平安時代後期には存在したと推定されるが、 天台修源の拠点となったのは、鎌倉時代以後と推測されている。琵琶湖岸の船着き場からの階段の上部にある山門、かつてこの地は、琵琶湖と大中湖に囲まれ、船でしか参詣できず、東岸に船着き場があった。山門はその船着き場に向けて建てられており、変額には伊崎寺の三号、おばい屋さんが記号されている。現在の本堂は1813年に建てられたもの。 いざ寺の本堂は何度も消失、再建を繰り返してきた。本尊は、木造不動明王,王座像。1732年、先週堺中の仏師4名による作。2011年に、仏師、松本昭義氏によって修復が完成し、海岸供養が、捧ぐをさされた。佐尾飛び本堂の北、琵琶湖を見下ろす、断崖絶壁の上の巨岩に張り付くように立っている。 縁の行者が巨岩を不動明王であると監督し、本尊として祀るため混流したと言われる。法日の伊崎の竿飛びが行われる。竿飛道の下にある竿、伊崎寺では毎年8月1日に竿飛びが行われる。琵琶湖に面した断崖絶壁の上に建てられた竿飛道のもとに、長さ13メートルの太い竿が古城に突き出すように取り付けられておりこの竿の、 先端から7メートル下の湖面に行者が飛び込む。約1100年前から続く伝統行事であり、1534年に伊崎寺を参詣した佐々木義方が佐尾飛十五人に対して米五章を奉納した記録が、長明寺文書に残ることから16世紀にはすでに行われていたことが確認されている。佐尾飛の起源は、天台修験の修行の一つであった捨て身とされるが、 戦略時の修行像が古城を行き交う船から錠材を募るために空鉢を飛ばして、灯明料などを徴収したことの名残とも言われる。近年は8月の第1日用に、僧侶のほか一般からも参加者を募って行われていたが、テレビニュースで紹介されたのをきっかけに、2000年頃から許可なく竿によじ登って飛び降りる若者が相次ぎ、 2005年8月16日には24歳の男性が溺れて死亡。翌年のサオトビは中止され、2007年からは100日開放業を満業した業者の飛び込みのみで8月1日に変更して再開。東京都など他の地方からサオトビに参加する業者もいる。ありがとうございます。